どこにもいなかった。あとはコンペティション。いたぞ、アウメドルだ。こんな場所に一人、気をつけろ、また何か企んでいるかもしれない。マジくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか、ダナのマジ。ウメドラ、どうした、わらわが憎いのであろう。その力を存分にわらわにぶつけてみやれ。さなくばおとなしく縮こまっているがよい。やめろ、お前はなぜそうやって笑いながら他人を傷つける。それが力あるもののあり方、レナのあり方だからじゃ。力あるものはそれを示し、力なきものはそれに従う。そちらの二人は忘れ果てたようだがね。行き着く先が巨水の海でも、まだそれが正しいというつもり。た、奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それにニーズの奴隷を煽ったのは確かにわらわだが、どれほど風で煽ろうと、そこに火種がなければ火は燃えたな。言うなれば、あれらは己自身の憎しみによって滅んだ。わらわを責めるのはお門違いというものじゃ。心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。一番邪悪なのはお前みたいな奴だ。愚か、これだけ我らに挑み続けながらまだレナの何たるかを理解できぬとは。300年奴隷に甘んじるだけのことはある。アウメド、これはティオハリ向き。我が友人たちを愚弄するのはそのくらいにしていただこう。かくいう御身はすっかり下船の真似事が板についたご様子。言うにこと書いて奴隷を友とは。なるほど、今の御身には鋭よりルタクの身こそふさわしい。ティオハリムはお前なんかと違うよ、リンウェル。人を溶かして笑うお前なんかと同じなもんか。ならばどうする。知恵と力を枯れるに任せた愚かな輩の末裔が。お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を、力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド。やらせてやる。
やれるぞ。
殺さないよ。リンウェル。行くよ。やっぱり。そんな簡単に捨てられない。でも、ここでただ憎しみをぶつけたって。気が晴れるのは今だけだって。そう思ったから。だから、殺さない。捕まえて、今度こそちゃんとした裁きを受けさせる。情けをかけてわらわを侮辱する気か。ダナの奴隷の分際でわらわは断じて。あんたの意思なんかどうでもいい。ダナかレナかもどうでもいい。ただ罪を罪として償わせる、それだけだよ。あの時の、ボルランキはなぜここに。いえ、大自在の御身のこと、理由は問いません。わらわは御身に。えずるな、蛇めが。痛いか。その苦痛こそ孫を刀の奇跡の証。楽しめ。数年前、ガナス・ハロスのスルドが急死し、後任がついた。その時聞いた名が、ボルラン。来たぞ。恋焦がれる者のごとく。
やっとだ。やっとこの地獄から解放される。帰れるんだ。この機械の館も見納めか。どうせすることもない。少し歩こう。